それでは、高校生向けの制御工学に関する動画として、離散時間状態方程式と等比数列の2回目の説明をしていきたいと思います。前回、第1回の動画では、制御の2つの目標、2大目標が目標値に一致させる、すなわち目標値との差をゼロにするというのと、 外乱の影響を抑制するすなわち外乱が入っても出力はゼロに保たれるといった目標がありそれを実現するために入力を決めるという話を少し触れましたまた前回等比数列と状態方程式の一部分とがまあ関連しているという話をして 具体的にこの等比数列でこの r が -1 から1の間の値であれば0に収束しているこの n が無限大の極限において0に収束していくという話とこの r の公比の値の与え方によって収束の度合いが違うという話をしていますで具体的に先ほどの 等比数列と状態方程式の入力の項を除いた部分が似通った形をしているというところについて触れていました。ただし前回はこちら A とか X とかはスカラーの値だったんですが、今回は行列の表現についても一部説明したいと思います。ここでは状態フィードバックについて触れていきたいと思います。ここで 先ほどまでの結果にプラスして、入力の項、入力 U を時間、時間的にどのように変化させてもいいような入力があって、その入力の項を調整することによって制御を行います。この B というのは係数で、ここでは A を1.1、B を1としています。この時に、まずシミュレーションを見てみましょう。 公費が1.1に相当しますので、値がこのように発散して、これ、縦軸が10の29乗になってますが、値がどんどん発散していっているのがわかります。入力 u を0とした場合には、値が発散すると。えー、とそれでは、じゃあ次、入力 u を1という値にした場合、どうでしょうか。 答えはもう書いいいいててまますす。が、見ていきたいと思います入力 U として1を与え続けた時波形はこのようになります、えー、とこの場合も値がどんどん発散しているというのが分かります 次に入力 u として、この状態にマイナス0.2という数字をかけたものを入力として用いた場合を考えます。この時に、ここの u のところにマイナス 0.2xk というのを代入してやると、x の k プラス1イコール0.9倍の xk という形になります。これは等比数列で、 前回の動画で説明しましたように、R 公費がマイナス -1 から1の間に入りますので収束するはずです。ちょっとそれを見てみましょう。 このように収束していっているのが分かるかと思います。最終的にはゼロに前勤しているという形になります。このようにこ、ここでは簡単な時数が1時の場合ですが、状態フィードバック制御によってシステムが安定化できる、不安定で発散していくようなものも 入力の与え方次第ではゼロに収束させることができるというのが見て取れるかと思います。次に3種類のケースを見てみます。これ、uk=-0.15 イイコールマナス、uk=-0.2xk イイコールマナス、uk=-0.4xk イイコールマナスとそれぞれした場合を見ていきます。 まず最初のケースです、えっと。このような応答波形になっています。えっと、それでは次に、えっと、UK イコールマイナス 0.2XK とした場合は、このような応答波形で、先ほどより収束が速くなっています。 で最後に0.4の場合、えっと。より早く収束しているというのがわかるかと思います。このようにフィードバックの入力をどういうふうに決めるか、係数をどう決めるかによって収束の仕方が変わってきます。これは外乱に対する抑制性能や追従の性能にも、えっと、大きく関わってくるものになります。 でちなみにここでマイナス -0.15xk、-0.2xk、-0.4xk としたのは、えっ、ー、と、第1回の動画における公費が0.95,0.9、0.7の場合の収束の波形と、えっ、ー、と、全く一緒のものになっています。えっ、ー、と、このように状態フィードバックというものを施すことによって、えっ、ー、と、制御を行う。それによって、 収束の性能を調整することが可能になります。えっと、次に、この状態、えっと、等比数列としては1個の、えっと、スカラーの値についてのものを見ていましたが、これが状態量として速度や位置、えっと、加速度などさまざまな変数を見ますので、その変数を えっと、複数個ある場合について考えます状態量が2個の場合には、例えばこのような式の表現になります。状態量が3個の場合には、このような式の表現になります。そして、これは、えー、大学で学ぶような範囲ですが、行列ベクトル表現という表現の仕方をしてやりますと、このような表現になります。具体的にこの x 1>, 1、x2, x3 を縦に並べたベクトルというものを考えて、これを xk という記号で表記します。この場合、x の k プラス1、x1 の k プラス1、x2 の k プラス1、x3 の k プラス1としたものが、x の k プラス1となります。そして、a という行列ですが、a100、0、a20、00、a3 という形で、このような形で表現してやりますと、先ほどの3つ、 等数列が並んだような形のものが、えっと、行列とベクトルの積の形でこのような形で表現できます。これを行列ベクトル表現というふうに言います。行列とベクトルの積についてはこの a×xk というのは1個目の要素が a1×x1、0×x2、0×x3 の和で表され同様に 2個目の要素が 0×x1、a×x2、0×x3 という形で表され、えー、と最後の要素が 0×x1、0×x2、a×x3 という形で表されることから、1個前で示しましたこの式と、等価な表現がこれ、この行列ベクトル表現によっても表されることになります。さらに、えー、と b という行列をこのように B という縦長のベクトルをこのように設定することによって状態方程式の表現というのが得られます。そして、えっと、C というものをこのような係数として与えてやることによって状態の、えっと、重ね合わせの形で、えっと、観測したい出力や制御したい出力を、えっと、表現することができる。このような形で状態方程式、離散時間の状態方程式が えっと、一通り説明できたということになります。さらに状態フィードバックですが、えっ、ー、と、先ほどスカラーのケースで説明した、この係数によって収束の仕方、えっ、ー、と、具体的に、えっ、ー、と、等比数列における公費が変わってくるという話をしました。これの、えっ、ー、と、行列ベクトル形式における表現では、この a-bk という行列の えと性質によってて収束の仕方が変化していきます、えー、とここには固有値という、えー、と量が関わってきますがこれは、えー、と大学における、えー、と線形代数学の、えー、と授業の中で学ぶことになると思います。まあ、一応あの最終ゴールの2番というのはここの中には深く立ち入ってませんが、まあ、一応こういう形で状態フィードバック制御がされると,、えー、ということが言えます。 えと最後に、えー、と制御工学における必要な数学について説明しておきたいと思います工学系では制御の授業はおおよそ、えー、と2年生とかでな習うことが多いかと思います、えー、とその前に行列に関する、えー、と表現の仕方や行列の固有値などについて、えー、と1年生の線形代数学等で学ぶことが多いです また、微分方程式に関する議論も必要になります。これはあの最初の動画で状態方程式の連続時間の話をしていくという話をしたのに対して、それに対応するものです。微分方程式というのは時間微分に関する方程式になります。あと、ラプラス変換と呼ばれる複素関数に関する議論も必要になってきます。本動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。